ははいどうもこんにちは水にゃんです本日のサブチャンネル、まあ、1本目の動画に2本目かの動画になるんですけれども「立花孝志はなぜ山本太郎になれなかったのか」というねお話でございます。はい、でまあ、さ去年の参議院選挙ですね NHK から国民を守る党は1議席でれいわ新選組はですね2議席を獲得しました。 まあですね、1と2でまあ差はありつつも、まあ、NHK から国民を守る党と令和新選組あんまりですね、政党支持率に差がなかったんですよ、参議院選挙の後はね。なのにもかかわらず野党共闘の鍵を握るであろうと言われている令和新選組とふらふらしている、まあ、NHK から国民を守る党どこに、ねまあ、差が出てきたのかと。 いうようなお話だったりとかしております。はい。まあこれはですね、山本太郎さんとであと立花隆さんの明確なですね戦略の違いというものがあります。でまあ次の衆議院選挙、NHK から国民を守る党はですね、全国47都道府県に一人ずつ小選挙区にですね立候補をさせるというようなお話で。 でまあ、比例区にももちろん候補を立ててくるでしょう、でまあ、その令和新選組はです、ね、去年の参議院選挙で得票率がこう良かったところに選挙区にです、ね、人をです、ね、立候補させるんではないかというふうに言われております。 はいそうなってくると、ですね令和新選組の、えー、戦略を取られてくると、えー、困るのはですねどこなのかというと、えー、実はですね、既存の野党です。で、まあ、前回のですね参議院選挙の時に、えー、令和新選組は、えー、立憲民主党のですね票を、えー、奪ったと、えー、思います、で一部のですね、えー、自民党票も奪ったんではないかというような、えー、観測とかも、ですね、まあ、実は出ているんですね。 でしかし、ねまあ、NHK から国民を守る党はです、ね、あんまりそういうところを考えていないとで戦略としては、えー、全47都道府県に全部にこう立てるということで,で政権放送をです、ね、うまく使って党の名前を売りに行くというような戦略だったりとかするんですよね。 まあもちろんですね NHK から国民を守る党、えー、多分ですね、えー、衆議院選挙、えー、ゼロ議席だと思いますでれいわ新選組はですね今のところまあ5から7ぐらいは、えー、取るんじゃないかという、えー、観測がですね今出ておるさなかで、まあ、これはですね、まあ、明確にこれ戦略のこう違いが見えていますよねで、まあ、その NHK から国民を守る党は非常にこう立場がねまあふわふわふらふらしてるわけですよ で右に寄ってるのか左に寄ってるのか本当にわからない立花隆大先生の、ね、発言を聞いていてもで、まあ、森友問題へ真剣に取り組むというような発言は、まあ、ちょっと今のですね、まあ、日本の政治、まあ、思想的には左に寄ってるような意見でしかし NHK の改革の問題に関しては非常にその右寄りだなっていうような、まあ、印象が受けておりますね。 はい、だからまあ保守なのかこうリベラルなのか本当にわからないなんかふらふらしてるようなふわっとしてるようなまあ感じなんです。でまあれいわ新選組の場合はですね、まあ、消費税廃止であったりとかであとまあ奨学金をですね、えー、まあその <coughs> まあなくす、まあ、奨学金をですね、えー、まあゼロ負担にするとか。 でそういうです、ね、政策をま掲げている中で、まあ、非常にです、ね、リベラル寄りだななというようよ考え方ができます、ねでまあ、そういった意味ではです、ねまあ、これまでリベラル政党と言われていた立憲民主党の票をです、ねまあ、結構奪うんではないかというような話になっているわけで,でここで,です、ねまあ、明確なこう違いがこう出てきてるわけですね。 でまあ今回こう令和新選組っていうのは、えー、野党の、えー、キャスティングボートを握ろうとしている。えー、つまりですね、えー、令和新選組の得票率がこうたたか高かったところに、えー、候補者を配置するということは、えー、まあ今のですね、まあ令和新選組を除いたまあ令和新選組の維新を除いた、えー、既存の与党というのは、まあその共闘してで。 あの候補者を一本化して、えー、政権与党と戦おうと、えー、考えている中で,で政権与党と戦うであろう、えー、野党の、えー、候補者一本化したものからこう票をです、ね、奪いかねないとそういうことに考えたら、まあ、その野党、えー、共闘で勝てそうな選挙区、えー、令和新選組によって落とす、ね、可能性というのも十分あるんですよ。でまあ、そうなってくるとですね えまあ選挙にこうなりましたら、まあ、野党共闘の方はですね令和新選組にどうしても歩み寄らなければならないであろうというような、えー、まあそういうプランニングをですねしっかりと令和新選組はし,、えー、してるんですねで。ということはやっぱり、えー、これ野党に対するこう圧力をかけて自分たちがキャスティングボードを握ろうと、えー、そういう形をやっているとで、まあ、その戦略を立てていく中で、えー、山本太郎、えー、代表がですねやっている まあ選挙戦略、えー、完全ドブ板ですよ非常にうまいと思いますはいやっぱりこうドブ板っていうのは一票一票を積み重ねていく、まあ、スタイルなんですねでまあ、山本太郎代表の話をねまあ、聞きに行きたいと思う人はまあ、少なくともこう政治に関心があってで選挙にこうなったら、えー、投票行く人って、えー、割合的に非常に多いと思うんですよ でそういう人たちの票を一票一票こう積み重ねていくでこのドブ板方式をこうやることによって、まあ、令和新選組のこう支持者をえ少しでもえ、ね、選挙に行く有権者の中からこう獲得していくとでそうすることによって大体のですねやっぱり令和新選組の数字が見えてくるわけですよ。で数字がこう見えてくる。 でこれはは令和新選組だけけがこう見えてているわけではなくて例えば自民党であったりとか立憲民主党であったりとか国民民主党であったりとか、まあ、常にですね、まあ、その次期衆議院選挙にこう向けた情勢調査っていうのはやっぱしてるわけですよ。であろうとでそういう中でこう他党の数字もやっぱり調べていく中で「まあ、令和新選組はこ,うこれぐらいの基礎票があるよね」っていうのは、まあ、そのリアルタイムなこう数字がこう読めてくると。 でそうなってくると、まあその令和新選組の数字っていうのは、ある程度、やっぱり脅威にはなってくるような数字にはなるんじゃないかなというふうに思ってます。でそういう中で、まあ、その野党共闘、えー、ですね、どうしても、えー、令和新選組にこう歩み寄らなきゃいけないから、まあ、共闘、れ、え、い、ー、新選組との、えー、共闘とも、えー、模索していかなければいけないような状況に、まあ、きっとなるであろうと。 でそういうところの駆け引きは、まあ、山本太郎代表非常に上手いなと思います。で、まあ、一方ですね NHK から国民を守る党の立花孝大先生なんですけど駆け引きがですね非常に下手くそだなというふうに思います。 NHK から国民を守る党がこう掲げている NHK のこうスクランブル化、まあ、これに関してはですね、まあ、放送法を改正しなければいけなかったりとかあと NHK の改革をしていかなければいけないわけですよ。で味方っていうのはじゃあどこにこう味方を作るのかって。 いう風になったらこれはもうあの既存の、えー、政党であったりとか既存の政治家であったりとかするんですけどまあ党のこ立花隆、えー、代表はですねまあどうしても、えー、そこのところがですねフラ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 してるんですよねじゃああの今、えー、森友問題とかを突っつくんであればまあ結局、えー、自民党であったりとか公明党とかを敵に回すようなことに、えー、なるし。でまあそのね、えー、以前 えまあ共産党に対してもですね、立花孝代表、喧嘩を売ってますから、共産党というのは、ですね野党、共闘の一角でございますから、そうなってくると、野党とも組めない、そうなってくると、第三極、今の維新と同じ立ち位置にならなきゃいけないんですけれども、維新と N 国がねまあ共闘することっていうのは、非常に考えづらいかなと、これまでの立花孝代表の行動を見る限り。 そうなってくるとですね。nhk から国民を守る党はぼっち政党になってしまうんですよ。ぼっち政党になる。でもちろんですね。あの、やっぱりそのね。自分たちの政策を実現実行したいのであれば、まあ、駆け引きもそうなんですけど、やっぱイニシアティブをね。握らなきゃいけなかったりとかするんですよ。まあ、例えばその今ね。あの政権与党として自民党とまあ公明党っていうのは連立を組んでます。 でまあ、自民党にとってやっぱ公明党が持つ創価学会のこう基礎票というのは非常にバカにできない数字であるんですねで一つのまあ衆議院選挙の小選挙区で言えば大体基礎票が1万票から3万票ぐらいあるでそれによってですねひっくり返るわけですよひっくり返る選挙区がまあいくつもあったりとかするわけでで自民党にとってこう公明党票というのはどうしてもえ外すに外せないものなんですね まあでも連立を組めば、えー、その代わりこう公明党が掲げているこう政策のこういくつかを飲めば、まあ、連立がこう成り立つということで、まあ、そのえ公明党と自民党というのは非常にこう緊張感があるですね、まあ、連立政権をまあ組むことができているというような状況、まあ、本来、ですねじ、まあ、そう少数政党が自分たちがこう掲げる政策を実現したいのであればこのですね、えー、イニシアチブを、ねえー、握らなきゃいけないわけですよ。 イニシアチブをこう握るためにこうどうしなきゃいけないかっていうと、キャスティングボートを握るっていうことなんですよね。まあキャスティングボートを握るっていうのは別にこう少数政党でもこうできることなので、まあ NHK から国民を守る党が例えばですね、まあ強威にこうなる政党であるんであれば、どうしどうしてもキャスティングボートを握れるわけですよ。でもそのこう握るまでのこうステップっていうのを現状立花隆大先生はできていないということなんですね。 でまあ、どんなにですね、NHK から国民を守る党がこう地方議会で議員を増やそうが国政選挙でまあ1議議席を取ろうがキャスティングボートにこうなりえないわけですよ、まあ、ただのこう少数政党で終わってしまうということなんですねそういった意味ではこのキャスティングボートをこう握ろうと、えー、地道にですね、党勢拡大をしていってるれいわ新選組 と、えーね、NHK から国民を守る党みたいに、まあ、あのフラフラしている政党で、まあ、大きくこう結果は違うであろうしで政治の世界で、まあ他のです、ね、政党とかからの見方もこう変わってくるというような話にこうなってくるんですよ。もうということを考えれば、まあ、NHK から国民を守る党の今にこう、ね、期待してもこう到底無駄な話でございますし NHK から国民を守る党に政策実行能力っていうのはないというのが。 えー、読めます、ねまあいくらですね、えー、国会で1、まあ、議席持っている政党とはいえども、ね、やっぱりこう政治の世界国会の論理というのはこう数の論理でございますから、ね、ある程度ですね、えー、他の政党に対して、まあ、牽制できるだけのこう数がなければ成り立たないということであったりとかするので、まあ、それをこう成り立たせるというのも非常に難しいんではないかなというふうに現状見ております。はい まあでもねもしね立花隆さんが山本太郎さんみたいにこう地道にですね、えー、凱旋をしたりとかそういうことをやって支持を広げていった場合であればワンチャンだけどねまあ、10年後とかに、えー、キャスティングボートを握るこうポジションにいたかもしれないんですけれどもまあそうね、えー、まあ、ユークリッド先生も言ってるじゃないですか学問に王道はなしと。で選挙にも王道がないわけで。で まあ地道にね、やらずに、ネットを使ってショートカットをしようとしたがために、まあ、こうなってしまったというような話でございます。はい。待、ま、てというわけで、ね、もしね、この動画がいいと思う方、グッドボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、水木アンでした。本日の動画、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。じゃあね。